さあ、大体もうできましたよね。もう走るね。これで走らせたら、ね、なかなかの、成績になるんじゃないかなと思いますけども、まあちょっとリアがないと。リアがないということで、リアをつけていくっていう、回になります。完璧に近い状態でね、お送りしていますけどもね。リアによくね、つけるのはね、これです。これこれ。こう言うんたの分かりますかね。これこれ、なんて言うんですかね。名称が分かんない。名称サムソン？名称が分かんないですよね。タイヤと、一応ここにもステーあるんですけども、ステーね。ステーは、このマルチリアのカーボン。これ売ってるやつですよね。まあ白、これ黄色ですけど、白い文字のやつ売ってますよね。これと、穴が、6個ぐらい開いてる、5個ぐらい開いてる、短めのやつと、直のね、これを、こうつけ、まあこうやってこっちか。こうつけましたと。つけましたと時に、ここタイヤとローラーの間にこう挟まっちゃうよって。挟まり防止だよっていうために、ここにつけるっていうね。ここに、こうやってこうつけるの。こうやって。これもうフリーハンドでやっちゃってんだから。フリーハンドで。昔ね、ちょうちん先生が、これでもフリーハンドでやっちゃってるから、ってね、言ってましたけども。僕も一応フリーハンドで。フリーハンドでやってみたからさ。はい。で、これを、ここつけて、ステーをこうつけて、まあブレーキのステーもこうつければリアがね、完成するんじゃないかなと。花束を君に、花束を、できましたよ。ほら、リアがついたということで、こんな感じになってるわけ。ここに挟まり防止って、これちょっと出過ぎかな？もうちょっと切った方がいいの。これ挟まり防止でローラーつけて、こうブレーキつけると。マスダはね、もうこの両脇とか、まあここにこう、ちょうちんみたいな感じにしてね、つけるのもいいでしょうし、もうこれできたんじゃないですか、これ。もういろいろ取れるんじゃない？荒らせるんじゃない？これいろいろ。ローラー13ミリつけたとして、リアも、ああ、でも、あ、いいですね。あ、こんぐらい。あ、こんぐらいですね。おお、いいんじゃない？ちょっと高いかなって感じ。ブレーキなどを張った時に、スペーサーとかでね、落として。いいんじゃないでしょうかね、これ。X できちゃったんじゃないでしょうか、これ。めちゃめちゃ暑いな。40、ここ40度あるわ。だからまあ、ちょっと変なね、テンションにもなるんですが、まあ、ということで、これ、今度まあギアとかちょっといろいろやらなきゃダメなんでしょうけども、一旦、まあ走らせたりしてみて、調子良かったら、そのギアにしてみようかなと。まあそういろいろこうね、走らせないままでちょっとやっちゃうのもあれなんでね。これを、なんか子供さんとかね、いる、たくさんいるようなところでね、なんだ、プラズマダッシュみたいなマシン、モーターつけて、ぶっ飛んでいったらすぐ怪我するんじゃないかなっていうところで、走らせてみたいと思います。豆腐とね、キャベツとね、鶏肉しか食ってないのよ。全然食ってないの。あと柿ピー2袋。